薬剤師、薬剤師とは、調剤、医薬品の供給、その他薬事衛生を司る医療従事者である。近代的な医療制度では、医療を施す医師、歯科医師と医薬品を扱う薬剤師を分離独立させた資格制度をとっている。アメリカ合衆国等では、ファーマシストという名称が用いられるが、イギリスをはじめとする英連邦諸国では、 伝統的にケミストあるいはディスペンシングケミストという名称が用いられる。日本では1874年の異性の交付より近代的な医療制度が初めて導入された。薬剤師は医師が作成した処方箋に基づいて医薬品を調剤また供給することができる。近年ではコメディカルの提唱によってチーム医療の導入が重要視されており、 薬剤師もファーマシューティカルケアの概念から業務を行っている。薬剤師は一般用医薬品、用指導医薬品、医療用薬品のすべてを販売または調剤できる薬のスペシャリストであり、セルフメディケーションとしての医薬品と処方箋による医薬品の両方を扱えるのは薬剤師のみである。また、薬剤師は医師の出す 処方箋に唯一意義を唱えることができる職種である。薬剤師を描いた絵画。1730年南ドイツ、作者不詳。東洋では薬が医療の中心であったため、薬師如来としてあるように医師と薬剤師の区別はなかった。一方で、西洋では1240年頃、フリードリヒ2世によって医師が薬局を持つことを、 禁止した5カ条の法律が制定され、医師と薬剤師の人的、物理的分離、医師が薬局を所有することの禁止などの条項が定められた。これが医薬分業と薬剤師の起源とされている。これは処方と調剤を分離し、事故の暗殺を防止することが目的であったという説が有力である。これは現在においても、 医師の過剰処方による患者の薬漬けや処方ミスの防止を目的に世界的に行われている。日本では古来からの医薬同一の医療体制を近代化するため、ドイツの医療制度を本案し1874年8月、異性が交付され、近代的な医療制度が初めて導入された。これにより、医師たる者は自ら薬をさぐことを禁ずとされ、医師開業試験と、 薬保開業試験が規定された。薬保を開業する者は、薬保守とされ、これが、日本の薬剤師の原型となった。さらに1889年には、薬品営業並み薬品取扱規則が交付され、薬保は、薬局、薬保守は、薬剤師と定義された。日本において、薬剤師とは、調剤、医薬品の供給その他薬事衛生を司る、ことによって、 公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もって国民の健康な生活を確保するものであり、医薬関係者、医療の担い手である。日本では医師、歯科医師に薬における権限が集中しすぎていて、諸外国と比較して薬剤師は諸権限がない場合が多く、戦後徐々に諸外国並みの権限を持つようになってきているが、 現状先進国の薬剤師制度から遅れており、薬剤師更新国と言える。ただし、一部の病院、診療所では、医師が診察、診断し薬剤師が処方を設計しそれを提案するという薬物療法の担い手として活躍している。医師は、一般的に自分の専門とする、都がの薬物には詳しいが、他の薬まで把握するには、時間も労力も、 必要とするため、薬剤師に専門家としての意見を求める医師も増えてきた。医師が診断のスペシャリストであるのに対して、薬剤師は薬のスペシャリストであり、6年間にわたって薬の作用基準や副作用、薬物動態、相互作用及び近忌などを学んでいる。薬剤師ならではの薬物動態、薬力学的観点での医師への薬物療法の提案や、 科学的思考での相互作用については意思にはない知識である。薬物の体内での薬物相互作用や医薬品の混合の際の化学変化についての予測や対応は有機化学や物理化学の知識に長けている薬剤師の力が発揮される場面である。特に抗がん剤、抗生物質、精神科薬の分野では薬剤師が薬学的知識を活かして積極的に シーム医療薬物治療に関わっている。日本で薬剤師になるには薬剤師国家試験に合格しなければならない。その後、厚生労働省内に備えられる薬剤師名簿に登録申請し、厚生労働大臣より薬剤師の免許が与えられる。日本の大学における薬学の正規の過程は2005年以前に入学した者は4年制2006年以降に 入学した者は6年生である。未成年者には免許は与えられず、以下のものについては免許が与えられないことがある。なお成年非公権人または、非補佐人を結核条項とする規定については、令和元年6月14日に交付された、成年非公権人等の権利の制限にかかる、措置の適正化等を図るための関係法律の整備に、 関する法律によって削除され、心身の故障等の状況を個別的、実質的に審査し、必要な能力の有無を判断することとなった。心身の障害により、薬剤師の業務を適正に行うことができないものとして、厚生労働省令で定めるもの麻薬、大麻または、アヘンの中毒者罰金以上の刑に処せられた。 物前後に該当するものを除くほか、薬事に関し犯罪または不正の行為があった。物薬剤師は、2年ごとの年の12月31日現在における、氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年1月15日までに、その住所地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に届け出なければならない、とされ、有資格者は、厚生労働省の 薬剤師資格確認検索システムにて氏名を確認できる。この他に薬学部卒業時に受験資格が得られる資格もある。また、認定薬剤師、専門薬剤師の分野として薬剤師認定制度がある。薬剤師の業務は多種にわたる。中でも薬剤師法で一番に挙げられる調剤は基本的な薬剤師の業務である。薬局等における 安全性の比較的低い医療用医薬品の処方監査、投薬業務のほか、安全性の高い医薬品の購入相談業務など、内科的な側面も併せ持つ。一方で、病院、診療所勤務の薬剤師は、医師の指示のもとに業務を行うコメディカルとしての、側面も持つ。特に2010年から、チーム医療が推進され、医療の質を呼び、医療安全の確保から、 積極的に薬学の専門家として薬物療法に参加し医薬品に起因する問題を防止することがより一層求められている。保健薬局において健康保険をはじめとする公的医療保険の調剤に従事する薬剤師は厚生労働大臣の登録を受けた薬剤師でなければならないとされ日本の公的医療保険制度は国民みな保険であるため 必然的に医療機関、薬局に勤務する薬剤師の大半は保険医薬剤師となり保険者が決めたルールの中で調剤を行っている。基本的に一部例外的に医師に認められている以外は薬剤師でなければ調剤することはできない。海外で導入されている例があるテクニシャン制度も日本にはない。薬事法及び薬剤師法では薬剤師法人 製薬法人など、社員を薬剤師に限定する、合名会社に準じた、特別の法人形態の設置を認めていないため、下記に記す、薬局、製薬業は株式会社形態により設置される、ケースが多い。他の医療資格や、いわゆる、私業とは異なり、有資格者の大半が株式会社の従業員、役員として業務に従事している点が特徴でもある。なお、 薬局や製薬会社などで薬事業務に従事する薬剤師は独立した専門職である。例えば薬局等の管理者は薬剤師でなければならず製薬会社や医薬品卸売販売業にも管理薬剤師を置かなくてはならない。独立した医療系資格の医師、歯科会師、薬剤師を医療産師と呼ぶこともある。 医薬品の供給に関する業務においては、開発、製造から、流通、販売におけるまでほぼすべての分野で関与している。また、その他薬事衛生に関する業務においては、医薬品以外でも、世界各国で推進されているセルフメディケーションに、関与する唯一の国家資格者としての責任を、負っている。以下、厚生労働省の医師、歯科会師、 薬剤師調査での薬剤師従事者分類に準拠して薬剤師業務の概要を述べる。薬局かかりつけ薬剤師の算定要件はかかりつけ薬剤師指導料を算定できる保険薬剤師の要件として以下を満たしている旨を地方厚生局長等に届け出ていること。施設基準には患者のための薬局ビジョンを踏まえなどを求める。また数量ベースで 抗発医薬品の調剤割合が一定割合に満たない場合は基準調剤加算を算定できないこととする見通しである。病院、診療所病院内で働く薬剤師は医師の指示の下で働くのでコメディカルに分類される場合もある。病院内で処方箋に基づき調剤を行う。薬局と異なり注射剤などの調剤も多い。このほか感染制御チーム、 地検審査委員会、栄養サポートチームなどのメンバーとしての活動を行うこともある。一定数の専属の薬剤師を配置しなければ、原則として特定機能病院を開設することはできない。医療法等により病院等には、医薬品の適正使用のために、医薬品安全管理責任者の設置が義務、付けられている。なお、医療法第18条本文を呼び、 医療法施行規則第6条の6の規定により、病院、または、医師が、常時3人以上勤務する、診療所には専属の薬剤師を配置する必要があるが、都道府県知事の許可を受けた場合はこの限りではない、例外規定がある。現在の薬は、薬効が強く出るため容量調節が難しいことがある上、一昔前であれば、死亡していた。 重篤な疾患を合併している患者への投与が必要になることがある。このような場合には薬物動態理論や臨床薬理に関する膨大かつ専門的な知識が必要となる。このため薬を処方するためだけの専門家が必要になりつつある。米国ではすでに日本型の薬剤師の養成は中止しており代わりに EN、ファーム D と呼ばれる。 新たな薬剤師を薬学部が養成して、医師とほぼ同じ給与で病院に送り込み、医師の負担を大幅に軽減している。これは、時代の流れとともに、内科医が呼吸器科や循環器に分かれてきた流れと同じである。内閣府の特別の機関である、日本学術会議は、日本の薬剤師も現在の役割だけでなく、将来は、医師の処方を補助する。 専門家にもなるべきであると結論を出している。医薬品関係企業学校薬剤師、学校保健安全法の定めにより、大学を除く学校に置くことが義務付けられている。専人の場合は、ほとんどなく、薬局などの薬剤師が兼務している。水質、消毒空気の検査や、給食施設の衛生管理等を行うほか、薬物乱用防止教育などを行う場合もある。 その他この他薬剤師免許は必須ではないが、以下のようなところで、薬剤師としての知識と技能を活かして働くものもある。なお、薬学部6年生導入で4年生学部が、研究という記述もあるが6年生薬学部も、大学院課程があり6年生、4年生どちらにも、道は開かれている分野である。薬剤師会の分析検査の例。 温泉成分岐表前術のように政府は医師による調剤を禁止して欧米式の完全な医薬分業へ移行しようとした。しかし急激な移行は薬剤師の不足からうまくいかず医師の自己調剤を認めざるを得なくなった。これにより日本では医師より薬剤を交付されることが当然のこととなり国民は他の先進国では当たり前の医薬分業の意義を知らずに生きた。 院内処方を受けた方が利便性が高い上、自己負担が低いために過剰に薬剤を処方されても、薬剤量に対する負担感が希薄で、一般用医薬品を購入するより安く済むことすら、あることも、医薬分業が浸透しなかった一因である。しかし現在のユニバーサルヘルスケア制度のもとでは、高齢化社会の到来により、 国民全体の医療費増大が懸念されるため、薬剤の過剰な処方を防ぐためにも、処方線量の増額、かかりつけ、薬局制度の推進などで金銭面から医薬分業への誘導が進められ、現在の医薬分業率は60%を超えている。医療技術の高度化に伴い薬学的側面から、処方の提案や監査が必要となり、病棟で医師、看護師と一緒に、 医療チームとして働く、病棟薬剤師が配属されるようになり、入院患者に対する指導料も大幅に増額となった。こうした変化に対応するため、他の先進国並みの薬学部6年制が導入され、薬剤師認定制度の充実も進んでいる。さらに薬局においても、高発医薬品、スイッチ OTC の普及が推進されているため、 医薬品適正使用に関する専門知識が求められる場面が増えている。そのための基本的な情報源として、最新の添付文書や医薬品インタビューフォームは重要であり、それ以外にも最新のエビデンスレベルの高い情報を提供することが求められている。2010年厚生労働省は医療スタッフの共同、連携のあり方等について検討した。 報告書をもとに、チーム医療において、薬剤の専門家である、薬剤師が、主体的に、薬物療法に参加するため現行法令により、実施可能な薬剤師業務として、下記の9点を挙げ、都道府県知事に周知法を通達した。薬剤の種類、投薬量、投与方法、投与期間等の変更や、検査のオーダーについて、医師、薬剤師等により、事前に作成、 合意されたプロトコールに基づき、専門的知見の活用を通じて、医師等と共同して実施すること。薬剤選択、投与量、投与方法、投与期間等について、医師に対し、積極的に処方を提案すること。薬物療法を受けている患者に対し、薬学的管理を行うこと。薬物の血中濃度や副作用のモニタリング等に基づき、 副作用の発現状況や有効性の確認を行うとともに、医師に対し、必要に応じて、薬剤の変更等を提案すること。薬物療法の経過等を確認した上で、医師に対し、前回の処方内容と同一の内容の処方を提案すること。外来化学療法を受けている患者に対し、医師等と共同して、インフォームドコンセントを実施するとともに、 薬学的管理を行うこと。入院患者の自参薬の内容を確認した上で、医師に対し、服薬計画を提案するなど、当該患者に対する薬学的管理を行うこと。定期的に患者の副作用の発現状況の確認等を行うため、処方内容を分割して調剤すること。抗がん剤等の適切な無菌調剤を行うこと。従来の調剤。 服薬指導、薬学管理のみならず、事前プロトコールに基づく、独自の処方設計の実施、あるいは提案権に基づいた処方設計の提案まで言及する内容となっている。ハイリスク薬の情報提供や、副作用の状況を把握した、際の診療報酬加算も追加され、仕組みのレベルから、チーム医療への参加が求められている。 薬剤司法第19条の規定により、原則的に薬剤師でないものは、販売、または授与の目的で調剤してはならないこととされている。ただし例外として、以下の場合における医師、歯科医師や、獣医師は、事故の処方箋により、自ら調剤を行うことができることとされている。患者、または現にその看護に到達している者が特にその医師、または、科医師から、 薬剤の交付を受けることを希望する旨を申し出た、場合暗示的効果を期待する場合において、処方箋を交付することがその目的の達成を妨げる恐れがある場合、処方箋を交付することが、診療、または、疾病の予後について患者に不安を与え、その疾病の治療を困難にする恐れがある。場合病状の短時間ごとの変化に即応して、薬剤を投与する場合診断、または、 治療方法の決定していない場合治療上必要な応急の措置として薬剤を投与する場合安静を要する患者以外に薬剤の交付を受けることができる者がいない場合覚醒剤を投与する場合薬剤師が乗り組んでいない船舶内において薬剤を投与する場合この規定の一方で患者が申し出ていないにもかかわらず医師等から薬剤を交付される診察を受けた 医師等とは違う医師等から薬剤を交付される、看護師や事務員により、服用方法を指導される、歯科医院で、会計の時、鎮痛剤や抗菌薬を手渡しされるといった、例外規定を逸脱した行為が行われている場合がある。なお、医師、歯科医師は、医師法第22条、歯科医師法第21条の規定により、投薬の必要があるときは、 患者等が交付を必要としない旨を申し出た場合や、上述の例外規定による事故の処方箋により、自ら調剤する場合を除き、処方箋の交付をしなければならない。これにも罰則も設けられている。薬剤司法では、2年ごとの年に薬剤師届出が義務付けられている。平成28年現在の届出薬剤師数の回数は次の通り。なおこの調査は、 医師、歯科医師についても同時に行われており、人口10万追薬剤指数は237.4人、医師数は251.7人、歯科医師数は82.4人となっている。人員過剰予想医薬分業の進展により薬局等での需要が増えているが、医薬分業率は70から80%で、頭打ちになると予想されること、2009年の 登録販売者制度の導入により、第2類及び第3類一般用医薬品を販売するには、登録販売者がいれば、薬剤師の常駐が不要となること、等から薬剤師の需要は頭打ちになるのではないかとの意見がある。もともと、人口1000人あたりの薬剤師数は1.21と、先進国中では最も高い。厚生労働省は、 薬剤師問題検討会を組織し2002年に薬剤師受給の予測についての報告書を取りまとめた。その報告書中では平成19年度以降に各年の新規参入薬剤師が段階的に減少し最終的に20%程度減少することが薬剤師免許を取得したにもかかわらずその専門性を活用できないという状況を防ぎ、 薬剤師の適正数を保ちつ,つつ、薬剤師全体の資質向上を図り、患者により質の高い安心、安全な医療を提供するために、重要であると結論を得たとしていた。また、その後の荒井資産によれば、2027年には、薬剤師は40万人となるが、需要は29万人として11万人の余剰が出ると予測されている。一方、 実際の薬剤使用性の定員の流れは、総合規制改革会議の2001年、2002年を受け、2003年に大学学部、学科の設置基準が緩和され、修日大学と九州保健福祉大学が、約20年ぶりに薬学部を開設。その後も、学生数を確保するため薬学部を新設する、大学が、相次ぎ、2007年までに新たに26大学。 学部が新設された結果、入学定員は1万2010人となり、5年間で5000人以上と短期間で急増化した。厚生労働省では、薬剤師受給の将来動向に関する検討会を組織しているが、こうした現状に関係者から懸念が表明されている。同様に、文部科学省においても2011年6月に行われた検討会の報告書、 薬学系人材養成のあり方に関する検討会での主な意見においても委員のほとんどが規制緩和によって増えた定員数に危機感を持っていると報告している。2015年2月の同検討会においても入学者の質の低下への言及が多くされており文部科学省が改善計画を立てさせ指導した大学の中には 実際の入学定員173名の内薬剤師国家試験の合格者数が11名を問題視した委員がいた。2014年の薬剤師国家試験では合格率は前年より18.26ポイント下がり60.84%であったものの2016年には76.85%と2013年。 以前の平均的な合格率に復し、受験者数が過去最大であったため合格者数は、過去最大の1万1488名まで増加した。薬学部の新設はその後も続いており、2018年度開学の、山陽の出市立山口東京理科大学を合わせ、国公立18校。 私立56校57学部の全国計74校75学部にまで増加しているが、さらに近年中の設置予定も、すでに高私立数校で具体化している。しかし、2016年度の在地方の新設私立、薬学部入試状況を見れば受験者数、合格者数は、定員数を上回っていても実際の入学者数が、定員数の半数近い大学も数校出ており、 大学が薬学部の開設や薬科大学の開学を断念した例も見られる。賃金労働者である薬剤師の賃金は厚生労働省の賃金構造基本統計調査によると2013年現在で月給は37万600円、賞与は87万9400円である。一般労働者は月給32万4000円。 賞与80万1300円なので、年収換算で比較すると60万円以上高いが、アメリカ、韓国及び、マレーシアなど諸外国と比較すると労働者一般との賃金格差は小さい。企業規模別に見ると、1000人以上で月給37万7600円、賞与91万4200円、100人から999人で、 月給33万1300円、賞与85万5000円、10人から99人で月給41万7100円、賞与87万2600円などとなっている。また性別では、男性が月給39万2200円、特別給91万7900円なのに対し、女性は36万1100円、86万2500円となっており、 男性の方が高い。一方、人事院の職種別民間給与実態調査によると2014年4月の月齢給は、薬局長は49万4533円、一般の薬剤師は34万8091円となっている。また、新卒薬剤師の初任給は22万1088円で、ある。 国家公務員の薬剤師の初任給は医療職法給表の2915号法と格付けされており、金額は2011年度以降は20万800円となっている初任給基準表。2009年施行の改正薬事法により薬剤師以外の薬品販売者として登録販売者の資格が設けられた。登録販売者は 一般用医薬品のうち比較的リスクの低い第二類医薬品及び第三類医薬品を販売できる。なお、第一類医薬品の販売及び需要は薬剤師の管理、指導の下で可能である。この改正に伴い従前の薬種商販売業の資格は消滅し、一般販売業と薬種商販売業は店舗販売業に統合された。英国では、 医薬品法で薬事の専門職として認められているのは薬剤師のみであり病気の治療と健康管理への貢献から最も国民に身近な医療人として位置づけられている英国王立薬剤師会に登録された薬剤師には薬剤師自身の判断で独立して処方を行うことができるまた会の国家資格として ファーマシーテクニシャン及びファーマシーアシスタントが存在し、前者は患者とのカウンセリングを行えるが後者は行えない。病院薬剤部ではアシスタントが調剤や昆虫業務を行い、薬剤師はその業務の最終監査を行う。医薬品は可能な限り28条や30条の小放送で販売され、散剤や軟膏剤、水剤の混合は禁止されているが、 そのことによって調剤ミスを防いでおり、アシスタントによる調剤を可能としている。薬剤師資格は4年生の薬学教育と1年の必須実務研修の計5年を終了し薬剤師免許国家試験を通過した者に与えられる。実務実習は学部生としてではなく登録前の薬剤師としての 雇用関係の中で行われ、学生の希望を考慮して、地域薬局や病院で行う。薬剤師となるためは、実務実習の間に、アシスタントのすべての業務を習得する必要があり、これを実務実習の前半6ヶ月で行う。プレレジの指導は、先輩の薬剤師のみならず、アシスタントも行う。実務実習の後半は、病棟での研修を行い、 実習の10ヶ月目に当たる6月には薬剤師免許国家試験を受験する。なお、この国家試験に不合格でも9月に再度試験を受験できるが2回不合格となった場合には3回目の受験までに6ヶ月の実習が求められる。実習の最後の2ヶ月は病棟で担当を持ち病棟薬剤師監督課で業務を行うとともに 研修の仕上げとして、調剤業務でも監査練習を行う。また、一年間の実務実習中には、月に1から2回、プレレージ勉強会に出席する必要がある。この勉強会は、実務に役立つ知識から、国家試験対策まで多岐にわたる学習を行い、国家試験模試の受験もある。さらには、 研究プロジェクトに参加し、薬剤部から与えられたテーマについて、情報収集を呼び、レポートを行い発表する必要がある。フランスでも、医薬分業の制度は13世紀の時代に取り入れられ、現在まで徹底して行われている。医師よりも給料が高い場合もあり、薬剤師の信頼度も高い。薬局薬剤師の仕事も多岐に及ぶ。薬局は、 市民の健康相談の場でもあり、薬剤師の家庭には薬草やキノコ学も含まれており、フランスでは薬局薬剤師がキノコの鑑定も行う。2002年から医師が商品名ではなく成分名で処方箋を書いても良いことになり、同じ成分の商品の中から薬剤師が選んだ薬を患者に渡すことができるようになった。フランスの薬剤師は特別な場合を除き、 医師に許可を取ることなく医師の処方した薬をジェネリック医薬品に変える権利も有している。リフィル処方箋制度も導入されていて権限が大きい。薬剤師家庭は1987年法律が制定され、6年制であるが病院薬剤師や研究者を目指す場合9年の勉強が必要である。薬学部に入学するためにはバカロレアに合格が必要である。 政府が厳格に管理しており、薬学部の2年次進級の際に選抜試験があり合格すると2ヶ月現場での研修を行う。その後4年目までに理論や実技の過程を積む。5年次進級の際に実務研修のための国家試験が行われる。5年時はハーフタイムの大学病院研修を行う。6年次は薬局。 産業薬剤師希望者は論文を書き、薬剤師国家免許を取得する。病院に薬剤師と研究希望者はさらに3年間進学を、至急年時に論文を書き、専門薬剤師国家免許を取得する。フランスの薬学部の薬剤師養成課程は、は国費で賄われている場合が多い。米国においても身近な医療人として位置づけられ、社会的地位が高い。 公的保険制度が乏しいため薬局でまず相談するということが一般的である。セルフメディケーションの相談を行うほか、州によっては予防接種を行ったりもする。米国での調剤業務は薬剤師と調剤に関する実務を簡単なトレーニングを受けたファーマシーテクニシャンが行う。テクニシャンがいる場合はテクニシャンが 処方箋に従って薬を用意し薬剤師が監督することが一般的であり、監査業務に関しては薬剤師が行うことが義務となっている。またリフィル処方箋制度があり一度医師が処方した処方箋を有効期限内であれば薬剤師の判断のもと再度調剤することが可能となっている。米国で薬剤師の資格を取得するためには4年間の学位の 取得と2年ほどの実務過程の、計6年の専門教育を修了し、職業学位である、ドクトル・オブ・ファルマシアの学位を取得した後、薬剤師試験に合格することが必要となる。資格は、週単位で交付される。年収は、平均年収、116,583ドル、時給、65ドルと非雇用者平均より高額となっており、 高所得の職業の一つである。イタリアでは医薬分業は保守的であり、薬剤師は古典的な薬剤師業務を主としている。近年まで市販薬の取り扱いがない薬局もあり、薬剤師は医療における医薬品の供給に重きを置いていた時代が長く、医薬品供給は医師の手から離れ、すべて薬剤師が関わるものだという意識が強い。 医師と薬剤師の職域を完全に分けており、外来だけではなく病院調剤も受託できる大規模薬局も地域に存在している。近年の取り組みとして、行政機関が行っていた医療機関の受診申し込みを薬局で行える取り組みがなされている。イタリアで薬剤師の資格を取得するためには、大学の薬学部に進み、大学院を修了する必要がある。 薬学の単科大学はない。薬学部在学中に6ヶ月の現場での研修が必要であり、大学で学位を取得し国家試験を経て薬剤師会に登録することにより薬剤師として勤務することができる。薬剤師資格取得後の専門課程として病院に薬剤師や化粧品科学などの専門課程を設ける大学も存在する。ブラジルで薬剤師になるためには 5年の大学教育と実務研修期間が必要となっている。ブラジルでは完全に医薬分業制をとっているため医薬品は薬局で購入する。ブラジルにおいて薬を扱う店はファルマシアと呼ばれる薬局とドロガリアと呼ばれる薬店がありどちらも責任者は薬剤師でなくてはならず営業時間内は常駐していなくてはならない。 処方箋調剤はファルマシアでのみ行う。医薬品は薬剤師がいるカウンターの後ろに陳列され薬剤師が相談に乗った上で購入される。ブラジルでは公的医療保険にあたる統一保険医療システムがあり、公立病院で無料診療を受けることができるが混雑する。また、私立病院では保険が使えない。そのため、軽症の症状であれば、 薬剤師に相談して市販薬で済ませることが一般的である。韓国でも医薬分業制をとっている。韓国では西洋薬を扱う薬剤師と漢方薬を扱う漢薬師と資格が細分化されている。平均年収は日本円換算で約600万円と平均的な非雇用者の年収より高い。マレーシアで薬学部に入るためには 高校生の上位15%に入らなくてはならない。薬剤師の年収も高校教員の3から4倍である。テクニシャン制度があり、薬剤師は主に調剤された薬の処方監査や服薬指導といった専門的な仕事を重点的に行っている。臨床薬剤師はアメリカでは患者に投与する薬の量や服薬のタイミングを計画、提案したり、それによって どのような効果が期待できるかを推測する。ありがとうございます。